松野屋一番安い定食と盛り長いお会いできるからやってみた。一番安い定食は老朽カツ定食590円だよ。メンバー紹介、白米ちゃん、味噌汁さん、ロースカツさん、キャベツ。いただきます。一杯目もぐもぐしていく。松野屋のロースカツはおじさんには定番、初めましては感動したものですよ。まあいいかな。味噌汁で特盛り食らうのはテロリストみたいな気分だよ。二杯目も味噌汁で乗り切る。ストロンガーおじさん。いろんなものが高くなる世の中、ほぼワンコインな定食、感動ですぞ。味噌汁足らなくなり、ごまだれで乾燥しました。三杯目はとうとう主役の登場。心の中で今大谷がホームランしてる。味噌汁で攻めすぎましたが、今ピッチャー大谷してる。剛速球をキャミに投げ込むんや。剛速球をキャミに投げ込むんやで。食べてる時はなんやかんや幸せ。白米が好き、ハクビシンが好き、タヌキも好き、アライグマも好き。4杯目、カツ丼は自作します。松野屋さんのロースカツはお持ち帰りもできる。自宅でも食べれるのいいですね。いいですね。腹いっぱいになったので記録は特に4杯。ごちそうさまでした。また来るで。